ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。南武線は、神奈川県川崎市を縦断する路線です。川崎市民の電車と言ってもいいでしょう。沿線には、会社が多くあり、通勤電車として大活躍です。南武線と並行して、多摩川が流れています。他にも、仁賀両用水が整備されていて、今で廃鯉の場になっています。南武線には支線があり、浜川崎線です。中原電車区です。鉄道会社で働くにはどうしたらいいの？と聞いた覚えがあります。鶴見線です。チョコレート電車と呼ばれていました。南武線205系です。武蔵中原駅の象徴、富士通ビルです。209系デビューでオレンジカード買いに行ったなぁ。今では E233 系で、床面積が広くなって、大勢乗せられます。そのうちグリーン車もくっつくかもしれませんね。沿線の小学校では、日光へ修学旅行へ行くときに、修学旅行列車で行けます。大昔快速が走っていましたが、一度なくなり、復活して快速と各駅停車が走っています。ご視聴ありがとうございました。